ハローこんにちは、いきますか。ハローこんにちは、 DK vs FearX パッチ 14.3 やってきました。 FearX は今6位かな、中間チーム。 DK が7位。 DK と FearX ほぼ同じ順位で、まあ、DK 今6位か、うん、どっちだっけ。 DK が6位だった気がする。もう一回取れ直すか。ハローこんにちは、 DK vs FOX パッチ 14.3 やってまいりました。もうピックバン始まってるね。セナファーストピックからのバルスセジュアにリーシンノーチ、ブルーサイドリーシン最近多いな。でセジュアにピックしているので相性のいいヨネ、ヨネ先だし、フォックスは前回ウィラーのリーシンうまかったよね。でミッドのクローザーはメレーが得意、ゼカみたいなプレイヤーで、前回負けたけどいい試合してた気がするんだよな。どこと戦ってたっけフォックス。でパッチは変わって 14.3 です。まあ、TFADC は昨日T1 使ってたし、でスモルダーも空いてるんだけど、お互いにスモルダーは取りませんね。セナは正直 OP だし、そのセナに対してスモルダーではなくバルス、霊の強いバルスを当てていく。でフォックスショーメーカーの TF ルブランオリアナオバン、これはヨネだろうね、ヨネミッドだろうね。ヨネ相手にアカリもいいと思うんだけど、ショーメーカー結構尖ってるチャンプやるしな。ルブラン唯一やってたし、最近カルマが多いっすね。でここで魔王界サポートかな。エンゲージ豊富な構成を取ったフォックス、エンゲージ薄い構成を前回のファーストゲームで確か取ってやりづらそうにしてたのを覚えてる。セカンドゲームからエンゲージ多めの構成だったかな。で DK は、うん、トップ先出し安定するな。セジュアネ相手、まあ、セーフなチャンピオンピックしないと危ないですからね。エイトロックスだとなんかジャックスセジュアニとかで崩されちゃうし、ダイブされちゃうし。でヨネに対してアジール、まあタンク多いからセジュアニ魔王界でタンクを溶かせる DPS の出る明治キャラ。セナがあんまタンク溶かすの得意じゃないからね。リシンもそうだし、ビュー같은거생각하면 AP 챔프가떠오르긴하지만、まあ、AP ダメージが少ないフォックス。しかしそんなの関係ない、バフされたカミール LCK でカミールはドランがポケットピックで出すぐらいだったんだけど、バフされました。パッシブがバフされて連戦がちょっと強くなりましたね。カミール・セジュアニも相性いいのかな。 Q のオートリセットあるから通常攻撃いっぱい打つとセジュアニのスタックがすぐ溜まってスタンにつながります。カミールレーンあんまり強いタイプじゃないからね、セジュアニがしっかり見てあげないとなーいてきつい可能性ありそう。당연히좋은플레이가나올거라고예상은되는데중요한건 AD 비율이정말높거든요상대탱커중에또먹은노틸이잘큰다고치면쉽지않을수있어요와戻ってきたらもう戦ってる、네、유치아까지켰어요그래서지금에이밍削られるね。아세나って自分のタワーに Q 打てるんだ。レベル1でセナはサポートアイテムを購入。ノーチラス、セナノーチ取れたんだね。ここ最近セナノーチラスは取らせないようにバルスプラスノーチ取ったりするのが多いんだけど、ノーチラスを渡すか。セナの相方のノーチラスサポートはすごい硬くなって、ノーチだとエンゲージがすごい強くてな、今のところ5連勝中。
KT もあの無敗のジェンジーをねセナノーチで倒してますから、正直詐欺だよ、強いよめちゃくちゃ。アイテム持ったサポートアイテムじゃなくてタンクアイテム持ったノーチめっちゃ強いよね。まあ、魔王界サポートも、まあ、このパッチでは勝率とても高くて強いけど、アイテムあんま出ませんからね、柔らかいです。構成的に お互いレートゲーム強いね。特にサイドレーンはヨネとカミールがとてつもなく強い。そこにセジュアニがいるから、メレーと相性いいセジュアニ、ヨネにくっついてもいいしカミールにくっついてもいいし、カミールが育ったらもうゲーム終わるだろうな。めちゃくちゃ強い。最近トップは本当カサンテ、ウディア、エイトロックス、その3体、あとランブルとナーがちょびっと出るぐらいで、あまりメタがね変わってなかったんだけど、カミールが出てくるのはいいっすね、面白いっすね。もともとディバさん積んでたチャンピオンだから、それなくなってより辛くなったと思うんだよな、カミール。ジャックスもそうだし、プラストップレーンのね、なんだレーンが広がったというか壁が遠くなっちゃって、イラオイは触手の射程が、まあ、なんだ射程が伸びたんだけど、カミールの場合はそうね、壁にくっついてからブリンクするんでちょっとやりづらいだろうね。ポッピーもそうだし、リーシントップからボトムからトップ行ってまたボトムのチキンを取りに来るところを待ち伏せてるセジュアニ、魔王界と一緒にいる魔王界フラッシュイン。しかしダメージ足りるのか、足りない。サポートジャングルのフラッシュ交換、しかも HP 削ってるのでこのカニにつなげたい。ファックス、あ、DK もフォックスも3勝5敗なんだ。 DK は上位チーム相手全く通用しないけど、下位チーム相手はめっぽう強いんだよね。 DK の問題は何なんだろうな、マジで。トップが空気、ボトム安定しない、ミッドうまくてジャングルティルトみたいな感じだよね。ミッドは常にいいんだけど、ジャングルもスタートは良かったんだけど、トップとボトムがすげえ不安定で、ジャングル、新人のジャングルのルシッド、マジでポテンシャルはあるんだけどね、味方、ベテランが弱くて、すごい大変そうな感じだった。最近、セジュアニばっかやらされてたよね。得意じゃないようなキャラを使わされてた気がする。得意なチャンプはバイ。でこれボトム削ってるから11交換したいよ。バルスと交換したいが、一旦バルスではなく魔王界と交換。なっと、こういう時って敵の ADC を狙うんだけど、バルスはフラッシュがあって魔王界フラッシュないので確実に殺せるやつを選択。魔王界殺すんだったら別にリーシーンが食らっとけば死なないとは思うんだけどね。ジャングル 3人ボトムに集めて11交換だったら、セジュアニがフリーでトップのグラブ取っちゃうんで、ナットワースですね。バルスを倒せば11交換でも、バルス ADC がファーム食えなくなるんで、まあワースなんだけど、これは良くない。あとケリンが何をやってらっしゃる。ショットコールがおかしいよな、 DK はスローが多い。マクロが途中から本当怪しくなる。昔から DK 言われてるけど、マジでショットコーラーがベリル失ってからいないよな。와이게상황에따라좀더좋은결과가나오지않을까라고생각을했는데헤나가그런와중에딜결을좀많이걸어두면서체력을빼놨던게효과를좀본것같아요그렇죠이
쪽 근처였는데. 마나도 좀 부실하고. 야, 그거 바라스 이겠다 그네? 일방적인 이득을 보긴 좀 힘들었단 얘기. 노치 플래시 못된장. 노치 플래시 오토타크에 바라스 나그때 리신의 스킬을 つながるだろう. 난데 これ 마오카 있다. 요네도 그렇고 카멜도 그렇고 What the fuck? That's so fucking bad. 이 상태로 룩맥도 찍었고 오브젝트도 먹었다. 나도 すぎるんだけど. 앞으로 피어엑스 굉장히 강해지고. 노치가 렌을 쓰다면 이 使って 마나 なくなった? 휘달리면서 피어엑스의 분위기가 좀 후크우트 마나가 なくなったからかな. 아래 이웃 이유 나갔다けどね. 요즘 세나가 진짜 거의 제일 잘 나가. 이마노와 바라스 100% 고러샤데쇼. 예. 먹은 노틸에 뭐 그런 파괴력이 엄청날 수 있고 뭐 여러 가지 장점이 있을 수 있겠지만 강조하신 대로 POX 조합도 이게 나머지 이마노 미스 대카갔다나. 그라브 프리에 떴대 폭스. 시카모 これ 그라브 떠ると 스프릿이 強い 構成ですからね. 사이드 레인과 카미르 또 요네데. 그래서 더트더넥에서 바텀 지역 압박을 주고 있는 에이밍과 켈린. 처음에 설명해 주셨지만 이게 こいつら 헛뚝도 사이드 레인데 타워 破壊して どんどん 쏟아뜨く. 레이트 게임은 세나 아지르 強い. 나뭐 悪くないけど. 그 장점을 분명 이용할 겁니다. 카미르 요네카. 슈단 스윙은 どうだろうな. 웬만하면 알아서 좀 안 죽어주면서 드리블하는 것도 중요하다. 바라스 今回 脅威ではないから. 폭스も 레이트 게임은 とても 強いね. AD가 濃いってのは 問題だけど 요네와 믹스 다메이지 出るし. 카미르 확대 될시. 탱크가 이르와께 마, 그러니까 노치가 탱크도 와るけど. 초초 레드 게임은 마 세나의 스타크가 150とか 160とか 있더라 마 DK가 그 射程사? 에 가치 소스けど. 폭스도 레드 게임은 전혀 強いですからね. ただ 문제는 폭스의 문제는 射程이 短い. 아지르 세나 아이테. 하라스 されちゃうんで エンゲージ をいかにうまく フォックス 入っていくか. アジールの ちょっとルーン これ触れてなかったけど 悪撃なんだね. 最近流行りなのは フリートフットワーク なんですけど 悪撃. 쉽진 않겠지만 임무가 좀 더 있군요. 솔저데 손 악격이 発動できるからか. 아래때 레인지 扱いになるの? 아무리 레인지 때 악격이 取らないよね. 메레가 取る 이미지だけど. 아래가 넉넉해졌다 보니까 턴을 한번 뒤로. HP と ダメージ もらえて HP가 공격적으로 나가는 やつだよね. 많이 없는 것 같은데요. 네. 요네 세주안이 아이테. 네. アジール 脆いから ルーンで ボンプレ とか 取って 耐久力 も上げる って ことも できるだろうし. わー! きれいに 決めた! うま! キック ウルト からの エンゲージ うまい! けど! 3対3? ウルト がないからな 今 DK. これさすがに セナは 死なないんじゃないか? 金剣 1人 持っていく! わーす! しかも アジール フリーで ミット 押し込めてるからね. これ DK 圧倒的 わーすよ このトレードは. 敵が来る前に トップ側で 1人 捕まえてたから カミル 捕まえてたんでね. ダイブした時も そこまで HP 削られてなかったから 1人 持っていかれて プラス 1キル 取り返したし ミット フリーだし. そうね、セナプラスこのサポートは最近ほんとセナが動き回る。魂集めるんじゃなくて動き回ってアクション起こしますよね。ノーチ1人でボトム放っといて。ノーチ硬すぎてな。敵2人いても全然ファーム食えるっていうね。ウェーブクリアも強いからタワーも削られないし。だからノーチラス相手するんじゃなくてマオカイも一緒にロームしたんだけど、一足先に このDKウェーブのタイミングでだいぶは綺麗でしたね。アジールが来れなかった理由はヨネとマオカイとセジュアニがミット一緒に押し込んでから来たんで、アジール怖くて前出れないので一緒についていけないです。なのでアジールの正しいプレーとしてはミカタにバックピン抱いて引いてもらって、まあミット押し込むと。うん、まあ相手ら3人がねトップ行ってるかどうかなんてまあわかんないからね。アジール来てるのを見たら待ち伏せしてアジールまで捕まえてくることもできるんで、 アジールは下側寄りながらミッドタワー叩くのがセオリーで、味方に引いてもらう。これソロ級では本当に多いよね。ただミッドレーンああいうのついていけないですか。バックピンだけ叩けばOK。
ケー、ただフォックスは6グラブ取りました。しかもスプリットサイドレーン強いカミールとヨネデですよ。こいつらが育ったらやばい、まあ、今のところカミールはかなり抑えれてるね。やっぱカミール連戦が弱いんで、ナーがやっぱレーンのコントロールしっかり取れてでけえウェーブ作りやすい。でダイブのタイミングが何回か簡単に、まあ、生まれちゃうっていう、そのタイミングでうまくダイブを決めた。カミール連戦弱えからな。しかもなあ2キル取っちゃったから地獄だろうね。なあテレポートあります。カミールテレポートトップレーンに使ったぞ。こうなるとフォックスは引くしかない。ドラゴン取りたがってたけどな、カミールがトップにテレポート使ったね、温存しないで。うん、これ DK としては別にビビらないぜ、ナーがいるから、まあ、カミールはそのままウェーブを押し込んでからグループするっていう判断か。でもナーのテレポートの方が早いぞ。ノーチのフック当たらない。マクロ皆無か。いや、あのカミールテレポ使ったんですよ。でナーテレポあるんですよ。そこでなぜ自分たちから攻めるんだフォックス。최대한말그대로라스트판뜯을수있는기회거든요안그래가빠르긴해요그래도네최대한북한만뜯어야돼요북한まあ今の引っかからずに、まあ狙いとしては、うん、引っかからずに相手にプレッシャーだけ与えて、ナーのテレポート使わせて、で引いて、でカミールにタワープレート集めるっていう作戦だったのかもな。 それ以外ちょっとマジでありえないプレーだったね。フォックス圧だけ出して、ナーの TP 引き出してカミールにファーム食わせようっていうマインドだったと思いたい。が引っかかってしまったフォックス。결국용도일대에만들었고돈차이도아까보다좀더벌리긴해서진짜유충을활용할여지만안주면서디플러스기아가밀어붙이면상황은괜찮다는얘기거든요지금은약간그런흐름6그라브떴다けど타워플레이트와まあ今のところフォックスほぼ取れてないですね。アジール初手仮面なんだ。アジールって最近ナシャーが多いよな。ほぼナシャーズだよね。ナシャー安くなったし。仮面ですか。仮面ってマナくれるっけ ?HP だっけ。アイテムカート忘れちゃった。スタッツどんな感じだ。まあ仮面はタンクが多い、敵にタンク多い時に積むアイテムよね。味方がタンク溶かせねえからってことか。DK、ここからヘラルド自分たちで触っていく。集団戦は DK の方が強いか。でもマオカイもいるしな。フォックスも CC 豊富ではあるよ。まあ、カミルがあんまり集団戦は得意としてないけど、一旦ヘラル取ったのは DK。 しかしマオカイのアルティメットでアジールを捕まえる。なんか DK って感じ。オブジェクト取るために事故るんよな。しかもヘラルドを取ったけど回収できなかったね。먹긴먹었는데오히려그먹을수있는상황이었다보니까몸이앞으로쏠리게되는거예요노치의인게이지이나されて人形狂ったかな。복으로좀작용이됐군요골드격차가좀있었다는언급을드렸는데복가이리플레이でゆっくり見たいね。노치가フラッシュエンゲージしてエンゲージミスる。でここでノーチラスがいなかったから敵が簡単に突っ込めてアジールを守れなかった。でナーもなんかより遅いし、
サポートのエンゲージがな、なんか前回もなんかここ最近 LCK、まあ、今年からよく見てるけどケリンのエンゲージがハマんねんだよな。一人で変なことしてる。前回のシリーズもなんか自分から仕掛けたけど敵にエンゲージいなされてっていう形があったから、なんでサポキープしたんやろうな、まあ、他にいいオプションなかったんだろうけど。唯一のフロントラインのノーティラスがなんかチームファイトから離れてたからね。そのままヨネが突っ込んでアジール守れず死亡。다음드래곤까지한50여초입니다미드쪽에집결하고있는양팀 POX 선수들의코일자체가카메가플래시못ってない とかだったら別にフラッシュしてあそこ捕まえてもいいけど何なんだろうな。그래서아래쪽이군요역시지금중심은클로저의요네サポートは本当エンゲージが強いですからね。エンゲージしっかりやれば大体チームファイト勝てるんで、すごい大事なロールなんだけど、ケリンが刺さってるところ見ないな。먼저드래곤을친다는것자체가거기서진영이또뭉쳐지게되고싸먹힐가능성이올라간다는얘기라서콤비네이션으로궁극기를쓸수있는거쇼메가크로사마2코조니아때크로사마2코가1자진영대치를좋아하는조합이니까강조해준대로차라리상대치는거기다리면서긴사거리가작점이거든요違うな。もっとアーマー追加したぞ。フローゼンハートランドウィンアームガード1個か。POX これカミールにゴールド渡してもいいんじゃねえか。テレポはあるけど、テレポートするカミール。テレポートしに行く。これ DK テレポート2個使ったからフォックスカミールバックせずにトップのタワー続けて取っててもよかったんじゃね。いや戦いに行く、まあ、戦ったら勝てるっていう判断だったらまあフォックスもいいけど、ポジション悪いけどねフォックス。なんか限界バトルしてるみんなでみんなでなんかすげえ戦ってる。すげえ。おリーシンショーメイクあーバルススキルあったら倒してたね。ショーメイクいや忙しい集団戦だったね。なんか3カ所で戦ってなかった。ドラゴンナイト上のブッシュと、ドゥーズノーチラス is trolling man。 ノーチなんで魔界にフックしたん。ウェイ what？これがアーマーか。アーマービルドアジール、生きたね。フロハです。今のでトリプルキル取ってフロハにアップグレードだ。相手が AD 濃いからね。やっぱ昨日のデフトは正しかったのか。相手ほぼ AD フルビル、フル AD の時はそれはもちろんフローゼンハート。그순간디플로티가승리를따르면서다시골드의격차가생겼습니다또재밌는게교전지향적인조합인건맞아서필요할때싸웠다는생각도같이드는맞아그런재밌는상황이랑복합적이군요좀네그잘싸워야겠다폭스난데戦ったんだろう막勝てると思って行ったんだろうけど相手 WTP 使ってたからカミールにトップのファーム食わせたらカミール化け物になってたと思うけどね。カミール集団戦キャラじゃないんだよな。なあは集団戦だけど、別にニドラしかもケミテックドラゴンなんて捨ててもよくねえか。
戦う判断がちょっと納得できない。これまあレッドゲーム勝てないっていう判断なのかな。でもサイドレーナー特にカミールに金入れたら DK 止めるのかなり厳しいと思うけどね。なあセカンドブラクリじゃないね。ブラクリが主流なんだけど、まあ、ブラクリは今あんま強くはないから 14.4 でバフされるし。どうでウルトナイトさっき使ったぞ。ヨネが一回離脱したけどまた敵が戻ってきた。6グラブカミール。カミールのテレポート使わせたい。カミールなんてタワー一瞬で取れるからね。取ったよ取ったけど集団戦はさすがに無理か。集団戦というかまあ盗みに来て勝ったけどまあさすがに無理がある。テレウルト使ってアジールが持ってくる。しかもアジールこのビルドだから全然死ぬ。全然死んだ。アーマー重ねても HP が少ないから死ぬ。しかし味方が敵を捕まえてくれるんでワース。リフトメーカーなんだ。ボディブロックボディブロック。セジワネが9で壁越えられないように。うわっ見つけたが関係ない。仮面とリフトメーカー HP アイテムだよな。スモルダーも俺このビルド行ったし HP 高めてフローゼンハートってことか。ルーンで硬いしな。へえ。14대8의골드격차가조금더많이벌었습니다레드불바로온파워플레이는지금이만큼쌓였고요2600가량차이가なんかなフォックスがスプリットする構成ピックしたんだけどスプリット全然しないっていう展開でなんで集団戦ばっかしてるんだろうって感じ。マジセカンド G のところでドラゴンのところでな G じゃねえやセカンド D のところであそこで崩れちゃって OK ディフェンスしてヨネがパワーパキパキにしてる。そうだよねこういう構成よフォックスは。これをバロン取られる前にやりたかったなフォックス。まあでもゴールドはそこまで離れてはない。バロンパワープレイ1250ゴールドしょっぱ3000は欲しいところだけどね。最近3000以下あんま見ないけど1200だけなんだ。いやリシン捕まってたか。당장은레벨도그렇고뭐
right, バロンが2分30で DK トップのタワー。でアジールがなんかネガトロン積んでんだけど、ちょっと待って、メガダテレポートしたんだが お互いに真っ黒ゴミすぎるひでナーがカミールを止めにテレポートしたら、カミール、あ、じゃあ俺トップ行くわって言って孤立したアジール殺しに行ったあー、昨日レベル高かったんだけどな、おもろかったのに。これはこれでなんかノースアメリカ思い出していいね。まあショーメーカーもショーメーカーでこのウェーブまで食おうとするのは欲張ったね。うん、ショーメーカー下がるべきだったんだけど、ショーメーカーやっぱビルドが硬いから、硬いチャンピオンってさ、こうなりがちだよね。俺最強だしみたいな、俺絶対死なねえし、気づいたら敵に囲まれて死ぬっていう。タンクあるある、唯一タンク触ってるやったらめっちゃタンクで1人めっちゃなんか5人のところ行ってタンクするんだけど、味方がダメージ出せない位置にいるから、チームギャップっていうやつ。おめえがいくらタンクしてても味方が軽く出せねえんだ、それ意味ねえんだよっていう、なんかそんな感じの。ちょっと照明カーも悪かったな。味方のリーシェンとセナも下がってたしね。でアジールがネガトロン行ってるんだけど、何に行くんだ、バンシー。ね、結局ナッシャートゥースってつまねえの、アジールのコアアイテムだと思ってたんだけど。弱小とか行くのかな、アビサルタンクアイテム行くん、こっから楽しみ。먹어도되고내주면서바론을챙겨도되고디플러스기아가좀더운영에난이도는쉽습니다일단바론나오는데좀돌아아비살은自分の火力も上がるし悪くないだろうけど味方が AP ダメージないからな。용을포기하더라도敵の MR を削るやつでしょ。まあ敵の構成がやっぱ突っ込んでくる構成だから、普通のナッシャーストゥースみたいな柔らかいビルドいっちゃうとゾニア持ってても溶けちゃって火力出せないので、できるだけ硬くしてダメージ出せるように、 DPS 出せるようにっていう狙いなんだろうね。うん、おもろいね。アジールがもう前で食らうね、アジールが前で食らう、前で食らう、前で食らう。アジールフロントはアジールだ、一番前に嫌がるアジールが、誰よりも前にアジールが出て敵を跳ね返して HP 半分。リシン入っていく、アジールが引かねえ。そしてカミールが集団戦するけど、カミールの集団戦弱すぎる。Why don't you guys split? ヨネカミールで Why? Why do you guys team fight? こんなことだったら集団戦構成のオンでも取っとけよ、なんでこいつらグループしてんだ。ジャスプレイ入ってきた、取れ手錠で金ゲマジでやってんな、金ゲマジでやってんな。ウルト持ってるしさ、普通に手錠でボディーブロー、あ、そうか、セジャーでフラッシュを追ってたけど、オーマイガー。いやー、アジールのビルド刺さってんね。やっぱ相手タンク溶かせる構成じゃないからね。で、ここで DK が集団戦勝ったと思ったら、
あ、メガナーウルトねえじゃん。おい誰だよ、 UI でメガナーウルトあるって書いてなかった？おい別に金言悪くないやんけ。俺は謝らない。ライオットは LCK の UI が悪い。メガナーのウルトが上がってるように見えた。ただセジワニセジワニが入ってきたら、まあ、セジワニを先に殺してバロンを殴らないようにすればよかったんだけど、セジワニが一人で削ったのかな。セジワニが入ってこれるんだったら、フラッシュ持ってるんだったらバロン削るのね3000以下にしなければいいんだけど。でもバロン取ったけどフォックスなんかバロンみんな持ってねえな。ミニオンがねえぞ、ミニオンがねえが行くのか。 DK4 ドラ取ってる。いや、アビサルなんだ、ジール。すごいね、このビルド。このビルドのアジールだったら俺も使えそう。練習してみるか。またキャッチスルー。一生キャッチされてんなフォックス。ガチのソロ級なんだけど。アジールショーメイク。しかもこのビルドのさ、アジールさ、敵のさ懐に入ってってウルト使っても死んだ、死んだ。プレイメイキングし放題じゃん。硬えから。アジールシャッフルし放題でいいね。しかも最後のアイテム騎士の誓いってるんだけど。What the fuck?